ハボローネ中心街のデブスワナ本社デブスワナダイヤモンドカンパニー株式会社通称デブスワナはボツワナの企業鉱山企業でありボツワナでのダイヤモンド生産の大半を担っている本社はボツワナ市とハボローネにあるデブスワナは世界最大のダイヤモンド企業である南アフリカ共和国のデビアスとボツワナ政府が50%ずつ出資する合弁会社であり 社名もデビアスとボツワナとの合成語である。デブスワナの主力はダイヤモンド鉱山であり、オラッパ鉱山、レトラカネ鉱山、ジュワネン鉱山、ダムツァ鉱山の4鉱山で採掘を行っている。また、モルプーレ炭鉱で石炭の採掘も行っており、ボツワナ電力公社の持つモルプーレ火力発電所に石炭を供給している。1967年、オラパで、 ダイヤモンドの巨大鉱脈が見つかると、当時のセレツェカーマ大統領は、デビアスに開発権を与え、デビアスボツワナ株式会社が1969年6月23日に創業した。次の5年間で、ボツワナ政府の出資分は15%から50%に増加し、1991年には社名をデブスワナに変更の上、本社をハボローネへと移転した。 デブスワナの4つの鉱山で採掘されるダイヤモンドは年間3400万カラットに及び世界の年間総生産量1億3000万カラットのほぼ4分の1を生産している。デブスワナはボツワナ最大の企業であり、その企業活動はボツワナの経済成長に大きく貢献した。ダイヤモンド生産はボツワナの GDP の三分の一、輸出のント。 政府歳入の50%を占める。これにより1966年の独立時には最貧国だったボツワナは現在では中所得国となりアフリカ大陸有数の豊かさを得るに至った。デブスワナはボツワナ最大の6300人の非政府雇用を創出している。しかし2008年には経済危機の煽りを受けてダイヤモンドの売り上げが激減し、 全鉱山の一時休止を発表。2009年4月には3鉱山の創業を再開した。ありがとうございます。